のフリーパフォーマーの梅谷健人です。そして、こちらにいますのが、はい、辻本亮でございます。はい、よろしくお願いします。はい、やってまいりました。はい、結構企画は時間かかったな。時間はかかった、うん、1ヶ月、丸々1ヶ月かかりました。はい、身に覚えはないですか、亮君は。ないです。この1ヶ月で亮君に6個ドッキリというか、不思議な現象というか、マジっすか。はい、それを亮君は当てるまで今日帰れません。行く。6個。ちょっと前にさ、はい、靴の中にさ、なんか入ってなかった。そこを取られへんかったからやめたんやけど、靴の中にビー玉みたいな。あ、入ってた入ってたっすよ。あれはその亮君の反応取られへんかったからやめた。なるほど。あれぐらいのやつもあるし、おっきいのも。ほんまに分かれへん。でも覚えてるのかって言ってていいよ。いや、なんもないっすよ。自分で覚えてないかもしれんけど、こっちは押さえてます。え、待って、これちょっとドッキリってことは分かんないですけど、当たってた、絶対当たってるって言う。言う。え、待って、これはこれ、なんか違うかもしれないですけど、うん、3日前ぐらい、はいはいはい、居酒屋で男の人と飲んでて、隣の人がビールバーンこぼして、うん、ビチョビチョってなったんですけど、それですか。いや、違う、違うですか。じゃあ事故や。それは事故。あー、ないかない。でも俺らがそれを抑えてないやつもある。他に任してるやつもある、うん、はい、わかりました。あーえ、なになになにちゃうか。え、こわこれこわ、めっちゃ怖い。何？4日前ぐらいに、うんうんうん、え、南、はいはい、あ、絶対そうや。なんかおかしいと思ったんですよ、僕。南でタクシーの瞬間にバリ囲まれて、うわー、クリムツやーみたいなのになったんですよ。絶対ないんですよ、そんなこと。で、あの、写真撮ってみたいな言われて、で、全然いいですよって言って、写真撮った後に、なんか一人の写真撮られたんですよ。一人でもいいですかって言われたんで、こうやってやって、ストーリー載せられてたっす。それ、それ、正解。おー、それか。一つ目正解です。それが一番最新ですか。それが一番最新、うん、仕掛け人はじゃあ光一郎くん。光一郎くんですか、仕掛け人は。はい、はい。あ、その日に1個目は南で、はい、視聴者みたいなのにガー囲まれて写真撮られた、はい、びっくりしました。光一郎くんにその日に急に呼び出されたんですよ。飲みに行くやろ。はい、なん知らん人2人いたんですよ。知らん人っていうのは光一郎の友達ってこと。友達とは言ってたんですけど、なんかめっちゃギコいんですよ。高一郎の連れにギコいやつがおるっていうことですか。違うですか、これ。違うかったら、なんかこのペラペラしょりっていいかなって思う。これは、謝った方がいい。違う。ごめんなさい。ごめんなさい。本当にごめんなさい。それは違う。ヒント、ヒント、ヒントください。遠見。炎上くん。え、ちょっと、これ、この企画怖いのが、違うかったけど、めっちゃ怖いんですけど。まあ、違うかった。うん、でも、6個仕掛けてます。あと5個です。言わないでも、もういや、ちょっと言ったあかんやつとかもあるじゃん。やばかった、やばかったら、ちゃんとします。ピー入れなあかんやつもあります、俺らが仕掛けたやつには。2個かぐらいはピーは確実に入れないとあかんぐらいのことはやってます。炎上くん、炎上くんでも、炎上くんのやつはピー入ります。ただ、でも仕掛けてるからこれが出るってことも知ってます。え、じゃあ1個別のこと言っていいですか。うん、女の子系あるっすか。あります。あ、じゃあな、朝の6時に電話かかってきたもんですけど、うん、あ、違うっす、なんもないっす。違う。はい、朝の6時に電話かかってきたっていうドッキリ。いや、いや、朝の6時に泣きながら電話かかってきた。うん、まあ、違うっす、やめときます。ちっちゃいドッキリ、うん、炎上くんが最近、あの、煮卵にハマってるみたいな、うん、で、勧められた。え、何のドッキリやそれは。もう一個ヒント言うか。女、女、じゃ、女はあるんすけど、どれやろ。やば、ほんまに分かれへん。あれドッキリかな、あのいたずら何やろかなっていうのをこの1ヶ月振り返って思ってくる、バン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 言ってたら、多分そのうちの1個は絶対当たる。で、考えすぎてんかもしれない。あ、じゃあちょっといいですか。あの、僕の郵送物が何回連絡しても届かない、
違います。お前もうお前頭全然動かしてないな。普段正座するわ。この人物言ったらもうバレちゃうかもしれへん。人物もう言おうか。はい、リョークの彼女です。ほんまに分かれへん。やばほんまに分かれへん。いややばいほんまに分かれへん。なんでな。家の鍵を閉め忘れてた。おっちょこちょいなだけやんそれ。彼女が家で寝てた。ダメとこシータ、ダメとこシータ、家でなんかリフティングの練習し始めた。おおおおおおお、ずっとこう継続的にやってもらってる。家のご飯は手作りですか。手作り。はい、この1ヶ月で彼女の手料理の味とかはどうでしたか。うまかったです。うまかったですよね。はい、うん、よかったです。ないかよ。で、彼女の手料理が実は作ってないみたいな。作ってます。はあ、もうギブやったらギブで全然。いや、ちょこれは気になる。あったあった。いや、全然1個しか出ないわ。お前長いって。長すぎるって。もう動画も長くなってくるよ。長袖の服かお前は。あ、え、彼女の手料理が1日だけ、その日だけ、その日だけ残してしまった。なんかトマト入ってた実は。違います。あ、こっそりトマト食わしてたみたいな。はい、紀州のドンファンのやり方。包丁が1個なくなってるんですよ。おおおおお、それか。それですか。包丁が2個あったんですけど1個なくなってるんですよ。1日だけ梅谷さん作ったみたい。正解。うわ、マジっすか。どれどれどれ。今からですね、りょうくんがここに来るんですけども、ちょっとドッキリで、この1ヶ月りょうくんになんか6個ぐらいドッキリ仕掛けたよって言って言うとりょうくんがなんか謎に暴露するんちゃうかなと思って、ちょっとあいつの暴露を聞いていこうかなと思いますんで、チャンネルはそのままで。ヒント、料理級の絶対にびっくりすること。えってなったら、あ、フットゴルフの音声切れてたやつ。ドッキリ。違います。違う、さすがにね、そんなことは。炎上くんフットゴルフでバリ調子良かったんですよ。うん、実はあの日のために練習してた。あー、全然違います。弱い弱い弱い。もうちょい弱い。実はそのカメラとか全員見てないところでちょっとずつボール寄せてた。はい、で正解。ガチっすか。はい、やってるやん。チームワキヒカで8日じゃ。ヒントください。タタさん、達也さんが全然来ない。それはそうや、忙しいや。それはドッキリじゃなくて、達也さんが、達也さんが1ヶ月ずっとちょんまげ。それ何のドッキリ。達也さんはちょっと難しいわ。女の方がええわ。女行きましょう。女って言ったらなんか言い方が、女性、変な女性いませんでしたか。たどっての、なんかおったような気がする。おったような気がするよね。見てるんだから、あなたは。えめっちゃ考えてる。顔めっちゃ考えてる。なんかおるわ、この辺おる。おるやろ、この辺おるやろ。おるね。ロシア力マジで。もうそろそろ時間やね。ちょっと待ってください、ほんまに。さすがに。じゃあもう、その追い込まれた時の方が出るから、俺カウントダウンするわ。3、2、1。それで、え、絶対出ん。あの色あれって言ってもらった。3、2、1。ちょっと待って、店員さんが、待って、ほんまになんもない。ほんまに思い出されへん。梅梅チャンネル。じゃあもうええですか。ターン揺れたから3残りの罰ゲームを食らってもらいますね。じゃあ待って、もうラスト1投で終わりますから。3、2、1。会った女性がずらやった。
違うですか。りょうくん、はい、全部嘘です。ビャラ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 と、えぐいってこれ。ほんまにえぐい。なあ、料理が作ったとかも全部嘘です。え、待って、こうわ。なんで盗撮知ってるんですか。誰かに聞いてよ、それ盗撮のやつ。誰かに聞いとって適当に合わせた。りょうくん、この1ヶ月何も怒ってません。うん、やばい。お前なんか女性、わ、ここまで来てるとかってめっちゃ考えてたけど来てない。おう、以上、りょうくんにこの1ヶ月なんか仕掛けたよって言ったら適当に、人のこと暴露するかドッキリでした。ありがとうございました。ありがとうございました。くー、これえぐいわ。